おはようございます。本日2023年9月1日の金曜日です。今日は年休を取りましてですね、神戸空港から飛行機に乗って岩手県花巻に向かいます。で、朝からちょっとね作戦会議ということで、こちらですね、ちょっとねビルの名前は私ちょっと存じ上げないんですけども、神戸新交通ポートライナーの計算科学センター駅っていうのはこのビルのまだ向こう側にあります。でここにですね、萩原コーヒー港島喫茶室というのがあって、どうも平日しか営業されてないんですよ。ということでちょっとねモーニング食べに行きたいと思います。なんかすごいおしゃれなビルなんですけど、ビルの名前が よくわかんないですよ。エレベーター降りたらこうクリエイティブラボ神戸ってのあるんですけど、これあれですね、テナントさんの一覧なんでしょうね。でどこにカフェが、あ、まさしくこれ、はい、ということで私初めて来たんですけど、こっちは萩原コーヒーにいいんですよね。萩原じゃなくて萩原コーヒーで、港島喫茶室というおしゃれなお名前でして、ちょっと我々は今日初めて来たんですけども、これがメニューで、モーニングこれなんですね。モーニングはこれ税込みの値段ですか。お安いじゃないですか。これはトーストとサンドイッチ、しかも同じ値段なんやわ。これは飲み物もついてですか。飲み物もついて。なるほど、承知しました。今ね確認させてもらったのが、アイスコーヒーにしても同じ値段ということ、しかも税込み。この卵サンド税込み450円、めちゃくちゃ美味しそう。ミックスサンドも450円。ね、ということですよね。だからここでお茶しなくても持ち帰り、ありがとうございます。あ、定休日はとにかく土日がお休み。営業時間って何時から何時なんでしたっけ。朝8時から夜6時まで。承知しました。とにかくですね、視聴者の皆さん本当ね、ここね素敵なお店ですし、まあ、ある意味穴場と言いますかですね。いや本当だってすごいですよ、この広さ。さっきもお聞きしたらね、ここでお茶してもいいんですって。すごくないですか。はい、ぜひ皆さんお越しいただけたらと思います。ここのカフェはちゃんとね注文が来たら取りに行くスタイルになります。わ、豪勢。いただきます。ありがとうございます。あ、大丈夫です、ありがとうございます。はい、ということで萩原コーヒー港島喫茶室のモーニングです。では、はい、いただきます。今日ちょっとお友達にお誘いいただいてですね、この後飛行機乗って、岩手県の花巻市、に行くというそんなスケジュールです。はい、でまあね、せっかくなんでね、年休取ってますし、朝からお会いして作戦会議も含めてお茶ということで、こちらに来てます。こうしちゃうんですよね。まあ、先にちょっとねサラダを、健康のため。うんうん、どっちも美味しい。ポテトサラダ、これちゃんとこう、あ、ちゃんとバター塗ってます。塗ってるのが分かります。これですかね、切りやすいようにちゃんとね切り目が入ってて、ちょっとお上品にいただきたいと思います。うん、美味しい。パンも美味しいわ。萩原コーヒーって名前なんですよ。やっぱコーヒーが自慢というかね。アイスコーヒーも、このアイスコーヒーちょっとこう苦みがある感じがしますね。やっぱ専門のお店ということもあるんでしょうね。でね、これ量が多いです、量が。はい、ということでこの後作戦会議をして飛行機に乗りたいと思います。はい、ぜひですね、この萩原コーヒー港島喫茶室、皆さん平日しか空いてないんですけどね、本当おすすめです。穴場です。はい、よろしくお願いします。またね。結構マジ勉強してましてですね、これすごいですね、栗原電鉄のこういう本があるんですね。私よくわかんないですけど、猫パブリッシングって有名なんですかね。
はい、で、栗原電鉄とはどういうものかっていうのを勉強して、で、まあ、これね、なんか廃線跡をこう、見ておられる個人のホームページをこうちゃんと印刷してですね、まあ、ただこれね、写真が30年ぐらいのものだったりするんで、もしかしたら本当今駅舎も何もない可能性もありますんで、我々この岩手花巻がこの辺やったとして、こう南下していくんですけども、途中からこっちに移動すると、まあ、これをレンタカーを借りて移動するんですけど、まあこの辺ではなくて、こうできるだけね橋の方に行けたらななんてことを考えながら、はい、研究をしております。